はい、皆さん、こんにちは。春です。お世話になってます。えー、皆さん、本日2月28日のトーイック受験お疲れ様でした。私もですね、午後の部を受けてきましたので、ちょっと簡単に感想の方をですね、お話したいなと思います。あの、テストを受けてですね、まあ、すぐ取って、まあ、すぐ上げようかなと思ってるんで、あんまりちょっと字幕とか編集とかないかもしれないんですけども、まあ、簡単にですね、私が感じた感想とか、今回の手応えについて、少しお付き合いいただければなと思います。 えー、まあ、早速、あの、パート別のですね、感想なんですけども、まずパート1ですね。パート1は、まあ、すごくオーソドックスというか、そんなに難しくなかったかなと、まあ、普通ぐらいだったかなと思います。えー、まあ、C っていうなら、ちょっと最後の問題で、え、男性がなんかこう、スーパーマーケットみたいなところで、カートと男性が写ってて、そのカートのその下段のところに品物が写っているって写真があったんですけど、 ま、それ、ちょっと、つまずきかけたんですけど、てっきりその男性側の行動が回答になるかと思ったんですけど、なんか答えは単純になんか物がカートの下に置いてあるみたいな、そんなやつが答えだったと思います。はい。続いてパート2ですね。パート2はもうめっちゃ難かったです。本当に難しくて。何が難しいかっていうと、ちょっと説明しづらいんですけど、あの、なんかこう、応答が変なんですよね。 こう文章が読まれて、それに対しての応答だと思うんですけど、それがなんかそんな応答するかなっていうのが結構多かったです。例えば、なんかよくあるのが、What time does the concert start? みたいに、こう、コンサートいつ始まりますかみたいな質問に対して、え最近なんかありがちなのが、Didn't you buy a ticket? みたいな。まだチケット買ってないのみたいな、え応答ですね。なんかこう、時間を聞いてるのに、チケットまだ買ってないのみたいな、 返しをする。ちょっと煽ってますよね。なんか煽ったような返信をするみたいな。まあそういうのが、まあ今回もなんかそういうのがあったんですよ。で、いくつかあって、まあだいぶこうそこでこう心を乱されました。っていう意味で、まあ多分一応全部答えて、まあおそらくこうじゃないかっていうふうに自信を持って答えはしたんですけど、ただやっぱり感想として、なんかあんまりしっくり来ないような応答が、 まあ答えだったような気がします。なんかそれ以外が、まあ消去法で明らかにおかしかったので、まあ残ったそれを選んだみたいな感じになってしまいましたね。はい。続いてパート3。パート3については、あのー、まあ、これも普通ぐらいかなと思います。特になんか印象に残った問題っていうのはありませんでした。強、まあ、いて言うと、男性が2人で女性が1人で、女性が、えっ、ー、と男性2人が同じ会社で、女性がなんかこう、キッチンに使う、 アプライアンス、家電みたいなものを女性、男性二人と話して、そのデザインを検討しているみたいな文章があって、まあ、それはちょっとだけ自信ないので、もし皆さんの中でも同じやつ受けられた方で、なんか自信があるという方はぜひ教えてください。続いてパート4。パート4は、ま、ちょっと難しかったかなと。やや何ぐらいだったかなと。 思います。そんなにですね、なんか印象に残った問題っていうのは正直ないんですけど、まあ、C っていうなら最後の問題ですね。一番最後の98、99、100? ここの問題が結構難しくて、なんかこう、図表を見ながら答える問題なんですけど、なんか在庫の数、食品の在庫の数が載っていて、男性がこうボイスメッセージで、誰かにこうメッセージを残していて、男性はこう、お医者さん、 のアポイントメントがあるから、どうたらこうたらみたいな問題が、ちょっとあんまり自信ないですね。こちらも皆さん何か、えっと、受けられた方、同じ問題受けた方で、こうなんじゃないかっていう方いらっしゃれば、教えてください。続いてパート5ですね。パート5は例年ですね、難しくなってるなと感じてたんですけど、過去、二2回受けて、難しくなってるなと思ってたんですけど、今回はそうでもなかったかなと思います。重箱の隅をつつくような文法問題の、 っていうのが少なかったかなと、今回は思います。なので、オーソドックスで、やや優しいぐらいですね。今回、パート5は。で、パート6もですね、これも優しかったかなと思います。あの、前回とか、前回私は11月に受けて、その前9月に受けたんですけど、パート5、6ともにそこと比べて、ま、結構、あんまりひねくれた問題がないというか、シンプルな問題だったかなと思います。最後ですね、パート7。 パート7についてはシングルパッセージ、ダブルパッセージともにこれも優しかったかなと個人的には感じました。なんか特にこう引っ掛けのあるような問題は少なかったように感じます。ただ、なんか傾向としてあのマルチパッセージの問題であの文書間の情報をしっかり正しくつなぎ合わせて解かなければいけない問題の割合っていうのが増えたかなと思います。全部でこう5問あると思うんですけど まあ大体そのうち前半3問ぐらいは、各文書ごとの情報で解ける問題っていうのが普通だったんですけど、まあ、今回なんかその前半部分にも割とその文書間の情報を、複数文書の情報を繋ぎ合わせないと解けない問題っていうのがあったかなと思います。ただ全体的な難易度としてパート7、シングルパッセージ、マルチパッセージともにそんな引っ掛け問題みたいなの少なくて結構優しかったかなと思います。はい。 はい。で、最後にですね、まあ、今回、私の予想スコアというか、自分での出来はどうなんだというところなんですけども、私としてはですね、まあ、リスニングで自信のない問題が、まあ、3問ほどあります。で、リーディングはですね、一応全部自信を持って書い答できたのかなと思っているて、えー、まあ、多分満点あったら嬉しいんですけど、おそらく、えー、まあ、いくつか落としているので、まあ、900、 70点ぐらいになるかなという風うに予想しています。まあ、前回のスコアが950点、えー、だったので、まあそこから比べると多分リ,リーディングでですね、前回結構落として、リーディングは455点ぐらいでリスニング満点だったんですけど、まあ今回リーディングは結構自信、全問自信を持って回答することができたので、まあリーディングはまあ満点取れてたら嬉しいし、落としてても480点ぐらいはあるのかなと、 思います。で、リスニングは、ちょっと不安な問題が3問あって、それで、えー、全部落としてたとすると満点は厳しいと思うので、まあ、490とか485とかになるのかなと考えて、まい、あ、たい970点ぐらいかなと、えー、感じてます。まあ、それでもちょっと前回より上がってるので、まあ、嬉しいんですけど、まあ、ただちょっと目標満点は少し可能性は低いんじゃないかなというのが、えー、今回受けてみた感想です。 私の感想以上になります。皆さん、えー、今日受けられた方いかがでしたでしょうか本当にお疲れ様でした、まあ。良ければですね、コメント欄などで、えー、感想とか、えー、シェアしていただけると幸いです。本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。